めっちゃ向けてるやん。どこ盛り上がってんの。ちょっと待ってくれよ。これはまずいよ。お前お目にかかるためは2というわけでございまして、重要情報のポコトです。今日はですね、同期の徳井君とこれもというわけでございまして、徳井君今から来ます。来るんですけども、なかなか同期で普通に喋るっていうのはどうかなと思ったので、私こちらの方がご用意しました。徳井君はですね、実は絵があんまり得意な方じゃない。得意だけにでも不得意、だから絵をですね描いてもらう、河本純一の自画像を描いてもらうんですけど、ちょっとしたプチドッキリ、モデルの私がですね、普通のこの格好ではなく、ちょっとだけ変わった格好をして徳井さんの前に現れます。まあ、そこのプチドッキリがあった後は、徳井君と絵を描きながらですね、徳井先生に絵を描いてもらいながらじっくりお話を聞いていこうではないかというような、そういうような今回は、動画になっております。最後までじっくりご覧になってください。グッドボタン、そしてコメントよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。ゴー。いいじゃん。もういいよ。モデルさん用意できてるから。うん。他の人に書いてもらおう。これで一生懸命画伯に書いてもらおう。じゃあ、というわけで、今日のゲストはですね、チュートリアルのヨッキュン。よろしくお願いします。汚い顔出しやがって。というわけで、ヨッキュンはですね、実は、同期の方も先輩後輩、みんな知ってますね。絵がちょっとも苦手ですね。なので絵が苦手ということで、私の自画像を描いていただくということでございました。言えてんねんなあ。脱毛したねん。なんで18から知ってるやつの46になったからだ、こんな間近で見なあかんねん。やっぱり私もさらけ出してるんですよ。だから今日もさらけ出して描こう。欲求の絵を自画像描いたことない。分からへん、急になんなん。いや、なんかてっきりだからトーク的なことすんのかなと思ってた。トークをしながら自画像を描くというやつですよ。もう 初の試みですよ。ダブルスタンバイしてますから、これカメラを。下半身ちっちゃいって、その、お前、バランスがもうおっさんやから、もう、筋肉が落ちて、下半身が。恥ずかしいことを言うな。下半身がヒュってなってんねん。恥ずかしいこと言う、すぐ。小柄なおっさんの、もう、ザ・小柄なおっさんの体型になってるで。そんなことない。なあ、筋肉を上半身はそれなりにな。それなりに、まあ、それなりの若さはキープしてるけど、下半身がもう筋肉がないから、ヒュってして、見てる見てる。ちょっと書いてほしいよな。ほら、見えてない。え、むけてる。あ、むけてる。めっちゃむけてるやん。どこを盛り上がってんのじゃなくて。めっちゃむけてんな。違う違う。俺憧れんねん。違う違う。めちゃめちゃ向けてるやん。違う違う違う、矛先が違うから。もうそのこれこの部分と先っちょがもう色一緒やん。すごいな、やっぱり向けてるやつは。ちゃんと西本先生がヨッキュンで顔隠してくれてんだから、ここをちゃんとちゃんとヨッキュン金隠しになってんのよ。ちゃんとなってますから。作らない。いや、剃ってんの。脱毛してんの。あ、今脱毛中なんです、まさに。はい、これも YouTube で見てください。皆さん概要欄で YouTube のとこ貼り付けてますから、私はずっと今やってる、定期的に。これ2年かけてやらなあかんから、脱毛。そんな、ほんで手とかもう足もないやん、ほとんど。ああ、確かに。で、あと VIO ももうこれぐらいで、うん、もう終了。え、ほんでいつ終了するの。2年をかけてこう細かくやっていく。今どの段階の。今まだ5回目です。5回目がこれやから、もう。じゃあ脱毛できる頃には47ってこと。そうです、そうです、そうです。どこへ向かってんの？47 でツルツルなんてどこへ向かってんの？
全然分かってない。どうなりたい？未来が分かってないよ、キャン。え？お世話になる。絶対誰かにお世話になる。ああ、そう、介護される時にってこと？その時に、お尻に毛がいっぱいあったら結構嫌なんだって。まとわりつくから。だから VIO は綺麗にしとかなきゃいけない。本当にこれは。俺そういう意味でしてんだもん、本当に脱毛。そういうこと？そう。じゃあお尻も？もちろん。ないってこと？じゃあお前ティッシュついてるから。もう変なとこばっかり言う、この人。ティッシュカスつけるそんなんつくやんな。いやー、映らへんとこなんか変に言うのやめて。映ってないから今、ティッシュカスとか。1月の頭に同期のティッシュカス見せられて。ちゃんとするから、これだったらこう、これでええやん、こう、行動。ええけど、なんでそんなの、なんなんこのうっかり団子。うっかり忘れちゃダメだということで、京都を忘れないようにって私はわざわざ駅前の団子屋まで行って買ってきたんですよ、私。お口直しにどうぞというみたらし団子、私も持ってますから。おっさんの裸見ながら団子食うか。うっかり食べてほしいです、みたらしもパッとこうつまみながらね。欲求に自画像書いたことないし、まずない。自画像ってなったら自分やもん。じゃあ、そうか、俺、その顔な、うん、人な、なんていうの、なんていうの、あれなんていうの、他人像、あれなんていうの、ヌードデッサン的なことですか。ヌードデッサン、ヌードデッサン、それは書いたことないよ、こんな。うん、まして相方じゃねえ、同期のね、うん、だからそれをちょっと一回、ほんまに下手やから、絵が。でも俺な、ごめん、ほんまに、うん、例えば鶏描けとか言われたら、うんうんうん、想像で鶏描くやんか、うん、ほんならまあむちゃくちゃなんね、うんうん、でもやっぱり今見てるものを描いたら、そう、それは多分それなりのものになると思う。ほんまにこの本当にこの感じで描いてよ、誇張なしで、うん、だって見てんねん、うんうん、想像やったらもう わけ分からへんからね。見てるものをそのまま描くのは得意？得意ではないと思うけど、そこまでむちゃくちゃならへんと思う。ああ、なるほど、目の前にあるから。ああ、それはもうぜひぜひ。じゃあもうこれで変えてもらいたい、本当に。この感じで。かっこいい。うん、それはもうちょっとトークしながら、ヌードデッサンするっていうと、あんまりない企画じゃん。今までやってないと思うんだよ、これ。誰も。俺これからずっとこれ続けようと思って、第1回目だからよって思う。まさに。いや、絶対続けん。いや、もう明日、さんもうこの企画やるもん。明日も一応これ。見た見た、動画。あんまり、うん、いつまでも可愛いな、ほんま、うん、で、見せんの。いや、ちょっとやってみようかな。まだちょっと許可もらえてないんで。やめて、そんな。やめた方がいいかな。あいつ、ええやつやから、多分お願いしたら書くから。やめて。ほんで、と、江島、もうこれも予約してますから、このデッサン。どんどん続け、どんどん続けていくから。いや、いつか。そんな、お前。でも見られてたら、もう喋りながらだったら、もう向こうもまあそういうこんななってたら46でもうそれでいくのね。もうこれで動かない。これでトーク、はい、これだったらまだトークできる。俺は意外と徳井さんと河本さんもう同期ですよ。だけどまあ、これはずっとここからヨッキュンって呼ぶけど、まあ、ヨッキュンって呼んでるから。ヨッキュンが途中で、13期生、吉本の13期生ね、1期生がダウンタウンさんで、13期生を辞めて、で、また入り直すから、そこからちょっと違う、僕らの後輩も、ヨッキュンとタメ口で喋れるようなところに入っちゃったのよ、ヨッキュンが。そうそうそう。で、同期が誰ぐらいだっけ？ロザンぐらいだっけ？そうやな、ロザンとか、せやな、レーザーラモンとかと。レーザーラモン。ああ、レーザーラモン、ロザン。で、フットボールはもう、あれだよね、ため、まあ言ったら、まあ、ほぼ、ため口だから、まあ。そう。ね、フットも活動歴で言うたら、もうフットは俺が、その、一旦やめて、戻ってくる前にもやってたから。あ、もうやってた。やってたから、後藤と岩尾は。そうか。だから、芸歴的には先輩やけど、NSC 的にはこっちの先輩から。ややこしい。でも、そこはもう、総裁して同期ってことにしようっつって。あ、ほんでため口なんだ。そう。これがあるね、まず。これがあるから、みんなが喋るときに、なんか敬語の人ととタメ口の人とっていうのは、こう、やめてから復活するとまたこうなことになっちゃう。
で、チュートリアルでまた来て、福ちゃんね、相方の福ちゃんは同級生なんだけど、俺らからしたら後輩扱いになるわけ。途中で入ったから。福ちゃんはみんな同期で集まった時、唯一みんなに敬語だもんね。そうそう。福ちゃんだけが。あとは全員タメ口なのに。そう。敬語心。ユニットみたいな感じとか、あと3組4組でロケ番組とかやっても福ちゃんだけはなぜかこう敬語でみたいな、それがまあその同期って言ってもね。ほんで、あの徳井先生、はい、あの NAC の頃のね、卒業公演のやつ覚えてますか？卒業公演覚えてるよ。卒業公演でね、あのなぜあんなことをしたのかということはまずちょっと一回みんなに謝らなければいけないんじゃないかと思ってまして、私と小杉さんが NEC の最後の時にね、あの痩せ爆弾もそうです、お芝居やって関係を持って泣いてる時にですね、井上次長課長の井上、チュートリアル得意、ブラックマヨネーズ吉田、この3人が後ろから大きなお寿司を天井に当ててパラパラパラって、なんかそのアメリカの爆弾みたいな、ね、パラ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 みたいなことをずっと後ろでやってふざけキャッ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 って、階段謝ってほしい。いやだからあれ、そのあの NAC の授業で、まあ、ネタ見せが授業でメインであって、 そうそう、でそれプラスなんか発声とかありました、演芸の授業とかあって、はい、まあ、発声とかはまあそんなに出てへんやつもいっぱいいるんやけど、その演劇の授業が、うん、言うたらそこでみんな結構あの卒業公演で、まあ、もちろんみんなネタをバーってやる、ね、でプラス演劇の授業を一生懸命やってたやつらでお芝居を一本やるみたいなあってん、はい、だからそこの演劇の授業がお芝居やってるから、ここがもうすごい団結力があって、そう1年やってるから、そう、我々はほんでその卒業公演終わりの打ち上げの時に一番その前のとこで、うん、たのステージみたいなの作ってて、そこで、まあ、1年間みんなお疲れ様みたいなみたいなやってますよ。でその芝居チームが、うん、そこですっごい盛り上がって、なんか頑張ったなみたいな泣いててやったなとか言って泣いてて、ほんでも当時まあまあね、我ら若いからゴリゴリにとんがってるから、急にとんがってます。吉田とか俺らとか一番後ろの席にいて、一番後ろから前の方で盛り上がって、その青春をやってるやつらを見て、何泣いてんねん言って、お寿司をブラッと投げて天井にぶつけて、米をバラバラってプラスっていう、一番覚えてるわ、ほんまに。小杉言うてたもん、あれが一番俺一番のツッコミだと思う、小杉の。ダヤー、もうほんまにバン、会場中にダヤーお前これって、こんなことするあんなことするやつおんねやっていうのがよっけんですよ。いや俺が先導したわけじゃないと思うんだけどな。まあそうね、あの時の後ろの席がひどかって。あ、そうか。まあ吉田とかもおったし、井上とかおって、っあのまっちゃんっていうやつでいました。はい、松井ね。そう。はい、いました。まっちゃんがお前らが感動して泣いてる一番後ろで、あの大皿、いろんなもの食べ終わった後のこの大皿に、なんかみんな笑わそう思って、うぜーっつってゲー吐いて笑いと取ったんや。でそんな空気感やったらもうスラムみたいなんですね。終わってる気やな、これすさんでる気やな、って見て爆笑してて前見たらめっちゃみんな感動して泣いてるから温度差半端ない幸せなところとスラムなところが、そう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 、無実にあれがあったんや悔しかったやろな、なんかちゃんとこう青春してるから。確かにな、すごい気だよな、今よくよく考えたら。それあんなにボンクラ13期がやった時に NSC 史上一番立ち悪いんじゃないかって言われてたのよ。月謝は払わない、とにかくとにかく払わないかと思うな。俺も申し訳ないけど払えない、お金ない、だけどすっごいやんちゃが多い、悪さばっかりするみたいな。ねえ、ほんまにそうやったよね。そう、ほんまにそうやったな。なのに結局蓋開けたら一番残ってるよ、どこの事務所でも。確かに、この13期一番多いんだよ。確かにな。うん、今考えてみな、だってチュートリアル、ブラックマヨネーズ、次長課長、痩せ爆弾、スピードワゴン、うん、アンタッチャブルも同期です。まあまああれは違うか、まあ事務所違うけど、まあ、そうやな、あちゃうな。でもまあ飛び石連携、まああのそのね、他のところに行ったやつ、桑畑大原もう全部そうやし、その辺の同期の人みんなさ、超新宿、うんうん、あそこもそう。
そうや、超新人ですよ。作家でも残ってるし、マスマンとかもいっぱいいるし、うちの元相方の和田も、和田君もそうや。これえげつない気なんだよ。ほんで俳優でもほとんどの V シネマに出てるタチ君。ああ、タチな、 V シネマで何本出てもものすごい数出てる今で。俳優で三浦君、三浦、うん、すごい映画のあれ出てるでしょ。ドラマも映画も出てる。三浦なんかだってやばい、アウトレイジとかも出てんやろ。そう、すごいもんな。だって冷たい熱帯魚も出てるから。へえ、だからもうあいつすごいん、ね、ほんまに実力派のね。そうそうそう、こうゴリゴリの監督が好むような。これがすごいわってなったんよね。この13期がやっぱりすごい。ただやっぱりやんちゃもする、やんちゃも甚だしい。すごかったんだって、あの一回やばかった本当に。いや、なんか学園なんかライブをやるみたいなんで、うん、でその女子大にチケット売りに行こうみたいなんで、うんうん、でなんか俺なんか俺もあんまりな NSC にあんまりネタ見せの授業しか行ってなかったから、週1回ぐらいしか行ってなかった、うんうんうん、でそんなみんなと遊んでなかったから、うんうん、NSC あんま友達おらんかったんやけど、うんうん、なんかじゃないと誘ってもうて売りに行こうよってでなんかバイカかなんか女子大バイカね、うん、あったあった、売りに行って、うん、なんかその水揚げ赤字黒字っていうやつをなんか当時水揚げ赤字黒字っていうやつがなんか、よう、そんなん覚えてるな、誰？ちょっとまっちゃんかな、水揚げ赤字黒字。そう、おぱやんとまっちゃんのコンビじゃん。おぱやんとまっちゃん、そうそうそう、おぱやんとまっちゃんやわ。ああ、おぱやんとまっちゃん組んでたよ。そう、おぱやんとまっちゃんと一緒にチケットを売りに行って、ほんで、言うたらこの校門から出てくる女子大生を、はい、校門へ自分この道でな、はいはいはい、待ち伏せしてチケット売って、あ、なるほどなるほど、来てください、はいはいはい、で俺普通に来てくださいとか言ってたけど、これなかなか売れへんやそんなもん、うんうんうん、ほんでこれあかんなー言って、なんかやっぱりちょっと笑かさなあかんわって、うんうん、で、うん、でまっちゃんがその道の両サイドがこうちょっとしたこのなんていうかの、うん、お丘になってて、うんうんうん、ここが草でバーッと茂ってんの、うんうん、ま、女子大生が来たらそのまっちゃんが丘の上からゴロゴロゴロって転がり落ちてきて、俺笑いとるからって言ってもう女子大生悲鳴キャーよ、悲鳴しか上がらへん。まっちゃん下手やな笑いの取り方。おっぱやんおっぱやんってなんか俺このためになんかあの秘密兵器持ってきてるから言って、なんかお弁当箱持ってきてて、で、おにぎり6個と自分でつけてきたんかな、漬物入ったお弁当を持ってきてて、これ女子大生にこれ食べて食べてってひたすら食べて食べてって言ってむちゃくちゃ気持ち悪いやん、これ食べれろ食べれろ、何の秘密兵器それで女子大生笑ってて、ほんまに頭おかしい、頭おかしい、よくあんなことばっかりしてた。13期ひどい。ひどいよな。ひどい。俺一回、御堂筋の本町から心斎橋に向けて、あの、御堂筋って片側一方通行なんですよ。だから車が同じ向きでずっと来るんですよ。ナンバーまで。その本町から心斎橋の間のところで信号待ちしてる車がオープンカーで、岐阜ナンバーだったんだけど、オープンだし、ロッシーに、行ってみるっつって赤信号の時に行って、青信号で渡ってて、俺らで岐阜ナンバーですけど岐阜からですかっつって、はいそうです、僕らすごくあの大阪詳しいんでって、そのままオープンカー乗って成功したもんね。ナンバーで すごいな、まあ、いやそんなんしてる、ほんまに、いやそんなんやったもんな、でもな、うん、ほんまにやった、いやマジでやばかった、やばかったな、うん、一回溝の家行ったら溝がフライパンで、いやいや言ってた、あいつ何なのハンバーグね、全然おもろないやん溝なんで、あいつほんま頭おかしい、多分 NSC で一番おかしい、頭おかしい、おかしい、こう焼いてたし電子レンジでチンしてたしな、それがやっぱなんか
おもろいと思ってるやん、若い時。三浦、野呂、溝、マスマ、この辺は危ない。あの辺、ほんまにやばかった。やばいよな。やばい、あの辺はやばい。それに引いたら負けや思ってるから、なんか。俺もなんか、おー、焼けんのでおもろいやん、とか。おもろいやん。なんもおもろい。おもろいやん、と。できたけど。できたよ。そんなバカな。みたらし団子も食う前にもう、え？できた？できた？ちゃんとこう、いやいや、ちゃんとこう、これよ。もう俺この形からほら、こうなってるじゃん。いやいや、それさ、最初こうしてたよ。あ、これ隠してたやつ？うん、なんとなく。あ、こうやってたよ。うん、なんとなくそんな感じでは。え？やったよ。いけてる？うん。いいですか？じゃあ。はい。見せていただいて、はい、行きましょう。得意画伯どうぞ。これはちょっと待ってくれよ。これはまずいよお前。バカ、もう取らなくていいよ。もうこんなのまずいだろお前。なんだあの足の放送さお前。いやでもマジで結構うまない。うまないじゃないよ。なんで俺こんなに喋ってやってんのに、何の感情もないじゃん、あれ。いや、感情を表すのは無理やわ、俺。ちょっと、いや、その中にちょっとだけ、にんまりしてんのね。気持ちが悪いよ、にんまりしてさ。手、俺、こうなってんの、手。いや、手を組むのは無理やわ。何が想像通りに書いたら、無理だけど、見たやつはいけるだよ。俺、足。こんな。いや、ちょっとごめん、交差してるときは無理やね。交わってるのは無理やね。書けへんねん。上手に書けてんねん。第1回目、得意画伯の、実業家長の河本純一でございます。この河本純一をバーってこう集めようと思ってます。スタートで、はい、いや素晴らしい。しかし得意画伯はこれぐらい真剣に描いたってことですね。ちゃんと色鉛筆も使って、ありがとうございます、はい、嬉しいです。ありがとうございます。読みながらタンメンです。もうね、やっぱりタンメンを嫌いになった時期もあったの。なんかとかにね、千鳥足で家帰ったりとかなんかよくやったなと思いますもんね。見てますよ。